い、どうもこんにちは、メリッサです。今回なんですけども、中村拓也選手ことおかわりくんを使っている、はい、どうもこんにちは、メリッサです。はい、どうもこんにちは、メリッサです。今回なんですけども、中村拓也選手ことおかわりくんを使ってリアルタイム対戦のをやっていきたいと思います。今年40歳となる大ベテラン中村拓也選手なんですけども、まあ、前半戦活躍したということで、今回セレクション第2弾で登場いたしました。シリーズ1の通常のものと比べて能力がアップしてるんですよね。いや、もうこんな40歳他におらんよ、マジで。これは非常に嬉しい点ですね。でですね、何を隠そう、僕おかわりくんめちゃくちゃ欲しかったんですよ。まあ、なぜ欲しかったかと言いますと、何を隠そう、広角アーチのおかわり選手、僕使ったことなかったんですよね。去年から超おかわりが消えてるんですよね。まあ、おかわりは、ほぼね、連発と同じ効果の特能で、あんま強くなかったんですよ、今まで。なので、アーチストなんだけど、使用率は本当に低くて、まあ、日の目を浴びない選手だったんですが、まあ、去年から広角がついたということで、もうこれはね、ほんとずっと使ってみたかった。まあ、なかなかね、縁がなく当たってくれなかったんですが、今回のセレクションで、ゲットできました。はい。しかも2枚。なんでそこで2枚くんねんっていうね。まあ、しょうがない、しょうがない。ゲットできただけ全然いいですね。しかも、おかわりが消えたことによって、超アーチが昇格してるんですよね。パワープラス9。普通のアーチだとパワープラス5なんで、これは非常に嬉しい修正ですね。まあ、ミートパワー同値にもできますし、パワーアイにもできるんで、ちょっと今回ね、称号チャレンジやっていきたいと思います。ということで、今回は、オール広角アーチ打線、各キャッチャー以外でやっていきたいと思います。もちろん打順は1番。で、2番ギータね。このセレクション広角アーチコンビでやっていきたいと思いますので、ぜひともね、動画を最後までよろしくお願いします。さあ、試合に入る前に称号チャレンジやっていきたいと思います。もう3杯おかわりいけますね、はい。3杯おかわりできるんで、ちょっと1回極意書貯めてみるか。打撃職人高級筆だ。パワープラス3でもいいんですよ。だからミスターフルスイングとか怪力無双とかバズーカーとかでもいいんで、ちょっとここはね、うわ、パワー自慢とかはダメ。結構何着ても当たりみたいなとこあるから、極意書なしでとりあえず行こう。うん。なんでもいいよ。うわ、コンタクトヒッターは違う。コンタクトヒッターじゃミートがダメになっちゃうよ。ちょっと5枚使うか。うん、まあしょうがないね。まあ星3以上の称号ついてほしいんで、まあ運が悪かった。うん、しょうがない。オッケー。なんでもいいよ、もう。ほい。うわ、怪力武装ナイス。これが欲しかったんですよ。オッケーオッケーオッケー、称号チャレンジ成功、パワーへ。来た来た、これは強いんじゃないですか。いや、もうお似合いすぎるね、怪力武装最高じゃん。さあ、1試合目のやっていきたいと思います。いや、雄平さん羨ましいですね。あ、ミスタースワーエさん、対戦よろしくお願いいたします。取れるよ。いや、取れねえか。このおかわりくんがね、セレクション第2弾2人目の動画となるんですけど、いや、もう大忙しよ、うん。あー、もう嫉妬しちゃった。あー、最悪や。まだね、吉野部さんも動画にしてないし、大山さんも動画にしてない、床田さんもマルティネス選手も動画にしてないということで、いや、ちょっとね、あのガチャ20万円使っちゃったから、ちょっとこう取り返していかないと早く。ちょっと言い方悪いけど、うん、オッケー、取れるよ。ナイスキャッチャー。あの、おかわりくんもうずーっと使いたかったんで、まあずっと使いたかったから、もう19万も課金したと、まあいった感じですよ。19万も持ってないお茶の水、いやと。まあ今回は特殊能力におかわり持ってないんですけども、まあセルフおかわりチャレンジということでちょっとやっていきたいと思います。紙動画にしてみんなに見てもらわないといけない。オッケー、優勢、純正にコンボ勝っていくと、パワー89。いや、めちゃくちゃ強いんじゃないこれ。オッケー、うわ、入ってるか。夜甲子園嫌っすね、夜甲子園。はい。いや、落ちて。落ちて。あー、最悪だ。詰まりました。詰まってしまった。もう小川選手、もう先週動画で紹介したからや。夜甲子園。オッケー。オッケー。オッケー、ギータ？ギータ？いや、ギータ昨日からやばい。これちょっと待って、5打席連続ホームランじゃない？おい、ちょっとおかわり組んで打ちたかったのによ。オッケー、あいのりさん、ナイスバッティング。中村違い。中村違いって体型も似てるからね。中村拓也と中村のりひろ。さあ、2回の裏ですね。相手がなんと田淵さんを敬遠してくれました。9番田淵敬遠で、なんと1番おかわりくん。相手の方ちょっと動画わかってるやん。ちょっと待って、1回タイム。ちょっと緊張しちゃうわ。ワンアウト満塁1点差です。1打出れば、1打出ればさよなら。広角は発動してると。いや、相手の小川さんの特能も
強いな。オッケー、うわ、力んだ。ここは絶対打たなきゃダメでしょ。相手がちょっとさ、真っ向勝負。ある意味真っ向勝負挑んでくれてるんだから、動画のおかわりくんで、お前はどれだけ打てるんだということをね、解いてきてるわ。オッケー。盛り上げるも殺すも俺次第よ、マジで。はい、いけよ。オッケーさん。ありがとう。どっかで聞いたことある名前してるんだよな。ミスタースワーイさん、体勢ありがとうございました。いや、今のフォローする最高だな。さあ、こっちの攻撃ですね。セルフおかわりなるか。2試合連発なるか。まあ、厳密に言ったらおかわりじゃないけど、まあ、2打席連続ホームランなら、おかわりってことでいいでしょう。いや、相手変化量マイナス1か。逆にダリ。いやー、もう、逆にダルいけどナイスバッティング詰まった。詰まったけどパワーでご利用してったね。いや、今のセンターフライになんないんだ。ジョーズをちょっとね、動画にしようかなって迷ったぐらい結構強い選手なんですよね。まあでも打つ。ナイスバッティング。さあ、相手ビエイラ選手ですね。おかわりくんでおかわりするまで動画終わらないとかやりたいな。やるとは言ってない。やりたいな。あ、生放送でやる？おかわりできるまで。オッケー。超える？よし。今のところのおかわりくんの使用感としては非常に悪くない。ミートパワーしっかり上がるんで、おかわりと違ってね。おかわりやっぱ、死に特性になってしまう可能性が非常に高いんで、今のところ悪くない。ミパを上げる手段があんまなかったんですよね。よし。そういった意味では、一昨年までのおかわりくんと比べて非常に使いやすいですね。うん。はい、オッケー、田村選手ナイスバッティング。さあ、こっから8打線が火を吹くよ。頑張ってこれ、おかわりくん回せるんじゃない？ちょっと今日ね、オッケー、気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけど、俺もうめちゃくちゃ眠いんですよ。いや、眠くてね、もう全然もう動画撮影、口が回んないの。でも頑張って撮影するわ。あと、おかわりくんを単純に、早く使ってみたかった。うわぁ、中地ナイスバッティング。あ、コールド？コールドしちゃった。さあ、3試合目、先行やってまいりました。連発大チャンス。あ、連発じゃないわ。おかわり。おかわり大チャンスよ、マジで。ここ、ここ。ここは広角出ねえか。ここ。広角出ないですね。まあいいでしょう。ゾゾマリンか。風が逆風すぎる。風7メーターええて。アーティストで風は天敵なんだよな。うわ、入ってる、しかも。オッケー。オッケー、スリーツー。さあ、真ん中来るでしょう。カウント整えてよ。はい、おかわりくん。よーし、オッケー、ナイスバッティング。ツーシーム2球追い込まれてからのフルカウントまで持ってき、レフト線にガチンと、完璧やん。で、キータも続いていくと。いや、おかわりくんいいね。打ちやすいわ。やっぱりミートパワーがね、通常のものと比べて上がってるっていう。恩恵はあると思いますね。いやー、最高。おかわりくんのフォロースルー気持ちいい。で、ギータもホームランヒット。いや、ギータやばい。2日でホームラン8本ぐらい打ってる。セレクション最高やん。相手ピッチャー木澤選手。いや、おかわりチャレンジなんでね、次のおかわりの打席まで繋いでいきたい。頑張って。いや、オッケー。ノリさんナイスバッティング。オッケー、これで。いやー、ナイス。いや、もう激眠、エミネムなのに、ちょっとバッティングが絶好調ですね。あ、そうそう。広角アーチの僕の所持数なんですけども、これで結構コンプリートに近づきましたね。あとね、雄平さんだけなんですよ。おかわりくんゲットできたんで、あと、ま、覚醒の石田正尚選手は除いて、オッケー。もう雄平さんだけということで、オール広角アーチ打線ね。コンプリートしたいのにね。オッケー。超える。うーわー、しんどい。オッケー、ナイス中地、広角炸裂。まあ、これも結構広角の恩恵受けてると思うんですよね。翔平、オートリー。35号おめでとうございます。いや、ちょっと36号のホームランを、ちょっと俺の手で打っちゃおうかな。オッケー、大谷ナイス。さあ、おかわり来ました。来た。あ、高速出ねえか。まあ、パワー89。ちょっともう完璧な動画にしちゃうよ。さあ、モイネロ選手。ああ、モイネロならチャンスあるんじゃない？縦すら。いけ。おい。
コアは3試合目でやっていきたいと思います。相手ピッチャーは徳田選手ですね。まあ、セレクション第2弾で、登場してる徳田さんなんで、ちょっとここは打ち崩していきたい。はよ帰ってこいー。うわーこれ終わってるやつや、これ回線終わってるやつや、両者この画面のやつやな。いやーこれ待てど暮らせど帰ってこないやつや、もうねえ切るしかないやつですね。もう負けていっか、もうもうなんやねん、もう待っててくれるよな。待っててくれたらそのまま試合できるんですよ。はい、再開します。はいはいはい、相手さあ次の試合やっていきたいと思います。いやもう今のはしょうがないね。もうどっちかが切断しないと拉致開かないんでね、あのシーンは。まあ気を取り直していきましょう。いや能力めっちゃ削られた。うわー球速っ。能力めっちゃ削られましたね対強打者出てるやん、純正で。はい、いやーボール球危ねー。ここ超える。はい終わり。相手また純正オッケー、超アーチ存在感発動。いや幸福以外がめっちゃ出るなあ。相手また純正か、オッケー。うわ入ってるよねー。うわ入ってるか。あー嫌な嫌なとこ投げてくるね。さあおかわりくん、おかわりチャレンジしたいのにさ、今日高校ばっか来るんだよね。オッケースリーツー。はい、いやボール、こすっただけなのに。さあもう正真正銘のラスト、もう寝なきゃいけないから眠いし寝なきゃいけないし。相手はビーディ選手ですね。うわ広角出ねえし、今日特の運がないけど、坊ちゃんスタジアムならなんとかなりそう。はい行くべ。うーわ惜しい、ナチュラルシュート。いや今日おかわりくん悪くないんだけど、悪くないんだけど後味が悪いんだよ。 OK さあ表ということで、おっとわおっとわおっとわ、えいった、やはよし撮影で待って、よかった、逆方向のフォロースルー見れました。神です。いやオッケー、ナイス、大谷さん繋いだ。さあおかわりくん来ました。さあこれがラスト席かな。さっきのホームランエグかったから、ちょっと同じのやって。オッケー、おかわりなるか、おかわり、あーおかわりちょっと力んだ。おかわりくん打ちやすいな、行く。いやー惜しいわ、おかわりチャレンジ惜しい。はい、ご視聴ありがとうございました。